あすね、そうするとあの7年間に日本はどういう処置を受けたのかということを分からないとですねその独立回復記念日も作らないわけでしょ日本はあれはどういうことですかねだからまだ日本は少なくともその意味においては完全な独立をしていない、うん、講和条約で、えーまあ、講和条約の一条でね、うん えー、いわゆる、まあ、発行時につまり、うん、独立した時に初めてその完全な主権が認められたと、うん、いうことなわけでしょそう,でそうするとその認められたということの自覚がないがゆえに、うん、その昭和27年の4月28日に独立が回復したということをこれを記念日にしなかった。 こで戦、ね、憲法の五月三日を憲法記念日と言っていながらね、うんうん、その独立開封記念日を作らないということはやはり、えー、精神的な意味でにおいても少なくとも独立していないという証かもしれません。これは非常に重大重要なことだと思うんですね。そしてまあ四月二十八日と言いますとまああの。あ 昭和天皇の4月29日とつながりますからね、はい、これを記念日にして、ね、連休を増やしたって誰も反対しないと思うんですが連休を増やしてその時にこの時、日本は占領状態主権がなき状態から回復したんだということを。 知らせる知らせ続ける必要がありますね、そ,うですねそして憲法記念日は、まあ憲法はあれ、日本人が作ったわけじゃないんだから、あまあ、えー、本当はね、だから憲法恥辱記念日とかね、そうですねなんかそんなふうにしないとね国辱、国辱の日というねういいですね、むし、ねうんうん、ろ。え えー、憲法国熟の日でもいいしねなんか、それから憲法記念日と言ってるから、憲法国熟記念日とかね、国熟憲法記念日とかね、なんかそれをつけないとね、えー、なんか締めくくりやすくないんですよね。うんうん、で、まあ,あの南路さんはこういう、その現行憲法無効宣言というのを出しておられますけどね、えー、これは、あの、まあ、私なんか非常に簡単にですね、 えー、占領下には主権がなかったんだから主権の発動である憲法が、えー、できるわけがないしかも、いわゆる新憲法がは発行になってからも日本国内で日本の法律によらないで多数の死刑が行われているとその東京裁判の中のは、ね、だかが明らかに,に日本の憲法は日本の主権を表していないというだけでですねこれはあの、えー、今の憲法 は全然、えー、憲法じゃないんだよなんていうまあ簡単な議論を述べてるんですけどね井上、えー、さんはもっと法律的にですねいろんな、えーけんえー、検知から検討しておられるんですね、うんうん、あのまあ私はですねまああの一応法律家の端くれとして、うん、その えー、憲法というものの少なくともこの原、まあ、私、現行憲法というかまあ占領憲法だということ言っているんですけど占領憲法とい、ね、うと憲法って書いてあるから憲法だと思ってしまうんで、ね、例えば東京裁判といって,言って極東国際軍事裁判って裁判で名がつくから裁判かなと思うし憲法で名がつくから憲法かなと思うんだけどそれは言葉のごまかしでね。 そうですね、実態はどうなのかということから吟味しなければならないだろうと、うん、で私の結論はあの、この占領憲法が無効だという根拠を、今までのいわゆる無効説の方、うんいら、たくさんいらっしゃいましたですね。 えー、いわゆる、まあ、菅原豊先生だとか相、はい、原義一先生だとか井上隆盛先生だとかいろんな先生の方がいらっしゃって、まあ、現,現在でも何人かそういう無効論私以外にもいらっしゃるんですがあの私は基本的にそういう方々との,の論説の中で根拠の中で平和、はい、条約つまりあの陸戦規定違反だとつまりあの、はい、絶対の支障のない限りは 国内法を触ってはいいいけないという国際条約がありましたかねそれに違反して、えー、作られた憲法だから無効なんだという無効の根拠をしておられるんだけれども、うん、これはちょっとその法学的にはちょっと論理矛盾があるのかなと。うん、と言いますのは。あの、まあ 法律の、まあ、ケルゼンの砲弾解説なんかそうですけれども、はい、一番上にまあ最高規範という憲法があってそしてまあ条約、うん、法律があってこういう段階を経てますよね。条約というのは あのどういう形で締結されたかといいますと戦前において帝国憲法のいわゆる13条になこれはあの戦線体験それから講和体験そして一般の条約体験という3つが規定して,なての天皇のい、ねね、て天皇体験としてあの一般の条約体験に基づいて締結しているわけですね。うん でその締結したあ条約に違反することをもってどうしてその上位法規であるところの憲法が、うん、あに定着するのかと、うん、ち,ょちょっとおかしいんじゃないかと、うん、つまり、まあ、あの気分も分かりますし、うん、論理的な基本的な、うん、あの趣旨は分かりますけれども、うん、法理論において、ねうん、少しおかしいのではないか、うん、それはかねがねずっと思い続けておってそして、うん あの帝国憲法を隅から隅まで見ましたら、うん、どうもその帝国憲法の75条にですねあの憲法及び皇室典範は摂政、うん、を置くの間これを変更することを得ずという規定がございますなるほどで摂政を置くの間というのはどういう意味かといいますと、えー、天皇体験を,を行使される陛下ご自身がご不礼とかの,のことがあってそして自ら天皇体験を 行使し得ないような状況においては、うん、つまりセッションを置かりますね、そう,ですねそういう状況においては憲法改正できないという、はい、つまり国家のいわば偏局時、通常予想される偏局時を規定してあるわけですね。 そうするとこの度のような未曾有の占領下に置かれて天皇体験自体が行使できないような状況の中で憲法改正ができるのかというところがね大きな問題でまさにそれは75条に違反するこれの75条の当然の類推適用といいますかそれによって違反するがゆえに憲法条項に違反する改正手続きだから改正法が無効だという,もう単純な論理なんです。はい あのまあ、先生の議論、うん、は非常に明快です、そうすると今、憲法問題を論じているのも、明治憲法の改正と言うべきですね。そうですだから本来ならば昭和、うん、帝国憲法の昭和21年改正法という表記が本来の正式名称でしょうね、ねつまり本来有効ならばですよ、うんうん、有効ならばですね。あの、うん 東大の法学部の宮沢俊義さん先生はですね、えー、あの占領憲法というのは革命憲法だとで革命憲法だから別にその明治憲法の改正も何もいらないというそういう説を取られましたです,なそうですねあの革命説という説は基本的にはあれ無効論なんです、うん、つまりあの東大革はまは基本的にはあのその改正の限界説を取ってましたからね、うん ですからの改正の限界点を超えた、つまりまあ国体変更まで至ったような改正は無効だという考え方ですから、うん、それを超えてますので、改正法としては無効なんですよね、うん、だから革命説というのは、改正制限説に立ってあの改正がなされた、だから制限を超えたから無効だ。うん、だからそれに代わるロジックとして 革命が起こったんだっていうんですけども、うん、そうですね、領、うん、下で革命が何も起こってないんですよね、<laughs> ですから、それはもう、うん、あの理論的に破綻していることは、皆さんお認めのことなので、革命説は当時の,あの一気火星に、いいやと言って、い、まあ、わば、一種のヒロポンの状態なんですねあの宮沢さんは元来はあの敗戦後もですね、えー、明治憲法改正論者だったんですね、それがあなんか、傍観勤るところによればですね、ある人が、 宮沢君そんなことやってると公職通報になるぞなんて言われてね、うん、一案にして書いたっていんですけどね、うん、そうですだから、うん、あの結局そういうまああの奇弁を弄してね、うん、そして、えー、有効だと言わないと東京帝国大学京都帝国、うん、つまり帝大のですね教授の地位を失うわけですよ、うん、だからあの今の憲法学者の潮流というのは、うん、いわゆるその変説した人たちつまり有効と言わないと、うん 今の占領憲法の解釈額ですからね、うん、今の憲法学というのは国宝学ではなくて単なる占領憲法の解釈業、そうですね、だから憲法業界というものがあって、その,その業界の利益に反するわけですよ、<っ>向こうだと言ってしまうと結局、飯のおおが食べやすい、売り上げになってしまう。まう <laughs> だからあの、うん 無効論を言う最大の抵抗勢力はあの憲法学者ですね。そうでしょうね。はい、あのね、えー、先生のここにあ、えー、あれあ？これ清水長、えー、先生のまあ通る通る通るとお読み、はい、なんですね。すねあの、はい、住むと書いてこの方は明治憲法が廃止になるということで、あの。 然として自害なさった方でですすよねねそうですね本当の憲法学者でいらっしゃいましただから一夜にしてねあとあの占領政策の一環であるところの今の憲法にごまつった東大の先生たち法学部の先生たちとはまあ天地の差ですなそうですね、うん、あの、まあ、最後の睡眠術院議長を,、うん、を務められた方なんですけど、うん、その。 あの熱海の錦に身自決、うん、つまり帝国憲法に巡視された唯一の学者ですね,ねそういう方もいらっしゃったんですね、うん、だから今の,あの戦後の東大の法学部の先生たちはあ要するに、えー、占領政策